はい、どうも。お世話になっております。誰から建てられたわけでもなく、なんかその神様によって建てられたとも言えるし、誰かからその強要強制されたわけでもなく、みんながそういう話をお願いしますと言われるので、そういう人に指導する仕事をしております、本部です。あれはその人に何て言うかな、媚びを売ったりとか、何て言うんですか、人間的な思惑でこういう立場になったんじゃないっていう、まあそれをパウロはその神様から召しに、証明に従って、証明っていうのはこう召し使えるという意味にもなるんですけど、それでこういう人に指導する仕事をしてますっていう。別に自分の欲とか我欲とか、自分が褒められたいからでもなく、自分が偉くなりたいからというためでもなく、質問される方がいらっしゃるので、聖書の話を分かりやすく説いてます。で、まあキリストの土台ということなんですけど、これは別にキリストをね、踏み越えていけという意味ではないので、まあ6個ぐらい基本的なことを書いてみました。これですね、土台というのはその建設の用語であって、イエス・キリストが、まあ、大工と言われるヨセフのもとに生まれたことが起因してまして、そのイエスの例えの中にはその建築の現場、まあ、木造建築にかかることだとか、その建築用語が込められている、まあ、建設に携わる家を建てる人という話もよく聖書に出てきますけど、その家を建てる基礎自分の中にその土台というものがあって、まあ、日本でもその昔のね、奈良時代ぐらいからですかね、残ってるのは、どこどこの建物があったところに、基礎というものが、石が置かれていて、基礎石というものが、でその基礎を基準に、まあ、壮麗な建物があったんだろうという想像するだけですけどね、どのくらいの高さだったのかとか。話によると CG シミュレーションでは相当の高さに登っていたっていう話ですけど、木造建築だったろうけど。で、まあその日本で言われるのは、木造建築というのは伝統的な日本の手法なんですけど、建設の。それでもやっぱり基礎が今に至るまで残ってて、まあ、それを再現する場合もあるんですけど、観光地として。その基礎石が残ってるくらいしっかり据えられていたということは、その建築を建てる前には基礎工事が重要であるということを今に戒めてるというか、過去の日本の建築がね、法隆寺だけではないし、ということで、まあ、そのキリストの基礎工事っていうのが、まあ、土台と思っていいんですよ。まあ、その基礎がしっかり据えられておけば、まあ、地震だとか、もう台風でも大丈夫なんですよね。まあ、津波で流される家と流されない家、洪水で流される家と流されない家、見てたらわかると思うんですけど、まあ、地盤が緩まないようにしっかりと杭を打つこともそうですし、いろんな仕方があります。で、まあ、それを例えを持って、まあ、キリストご自身がそのご自身の仕事で覚えていることを具体的に説明していたお弟子さんたちに、そういう話が残っているので、まあ、土台というのはその基礎工事のこと、まあ、そのキッチンでね、高いところ手が届かないから踏み台が欲しいっていう、そういう意味ではないです。で、その基礎がしっかりできていれば、どのような建材、まあ、鉄骨で組んでも木造で組んでもしっかりした家が建ちますということです。で、この基礎工事というのは、まあ、新約聖書を読んでもいいんですけど、旧約聖書の重要な歴史とか、ブドウの木の根の養分と言われているので、まあ、旧約聖書の言われていることを分かりやすく説明した、新約聖書のそれぞれのお話がですよ、その実話が非常にありがたみを持って覚えてくるということですね。まあ、旧約聖書の律法をもってすれば、その正しいとされる人はいませんっていうのが新約聖書の理念としての書き方で、それに反し、その新約聖書の言われている、聖霊を受けて
そのキリストのリーディング、その主導性、なんて言いますか、導きを持って歩むことは逆に旧約聖書の行いを完璧なものとするんです、まあ、人間にはできることではありませんが、神様にはそれが可能ですという、正しく行いをしていくということも神様に頼らなければできない弱い人間なんですよというのが新約聖書の一貫して書かれている教えになるんですね。ただしそれで自分がどう生きていくかになると、やはりその新約聖書の基準に基づいたしっかりと基礎があればの話なんですけど、それは知識だけではなくて、まあ、行動規範というものですよね。それが宗教かというと、まあ、他の宗教とはちょっと違っていて、その一節を覚えて唱えればいいというもんでもないですし、その教えをこう具体的に理解していくというのがクリスチャンの実際の生活、家庭でも会社でも学校でもということです。で、まあ、新旧約聖書からの引用箇所を心に書き記す、まあ、空で暗唱できればいいんですけど、私は言われたことはとかですね、実はその聖書を引っ張ってきて、まあ、読むこともいいんですけど、その聖書の箇所、どころこの福音書に確かこの言葉があって、まあ、調べてみるとやっぱそうだったとか、そういうふうにできないですかね、それね、真の祈りをこう空で言えるっていうのとかですね、それも心の板に書き記すっていうことです。そうしておけば職場でも何かあった時に御言葉を思い出して、それを持って戦えるってことです。戦えるっていうのはその諸悪に対してね、悪い敵に対して信仰の盾を持ち、まあ、こういう時にはその御言葉に類する動き、行い、言葉を用いることができる。で、聖書の言葉の基盤で自らの思想を形成、これも重要なんですけど、まあ人間はね、何が好きだとか嫌いだとか、他にはその自分はこう考えていて、まあ、こだわった考えっていうのがいろいろありますよね。まあ絶対俺は塩コショウって決めてるんだっていうおっちゃんもいればですよ、私はこれ絶対選択するって決めてるのっていう、それはそれでいいと思いますし、逆にその衛生思想、その体を清潔にしておくっていうことはそっちの方がいいでしょう。だらんとこう汚い服を着てるよりは、毎回選択するってことを決めてるっていう、その決まった通りにするっていうのは正しいことなんですよね。でそれがまあ身の回りをきれいにするっていうことは旧約聖書から言われてることなんですが、その自分の考え方、その思想というものも聖書の言葉の基盤の上に持てばいいわけで、その上でそのアイデンティティとか、まあ、自己形成力っていうんですか、自分自身はこう考えていて、それを押し付けることなくですよ、君はどう思うんですかとか、あなたどうなのみたいな、そういう上から押さえつける意味ではなく、人の意見も伺った上でその状況を判断できる、まあ、状況というのは今の時代だとか環境とかなので、今の時代をしっかり見つめている上で生き方を判断しなさいってことです。それは教会を押し付けてるものでもないですし、それぞれの生き方っていうのは個人に任されてるんですが、聖書の言葉の基盤があれば大丈夫です。で、自らの思考回路を聖書のレールにはめる、これもですね、まあ、くだらない冗談を言っているように見えて、その聖書の教えに反しないこと、ハラスメントは絶対いけないことってのは、ハラスメント絶対しないっていう基準のもとに冗談を言うとかですね、そういう聖書に反することは罪であって、それは悪いことであり、まあ、地獄に直結していることですのでっていう恐ろしさを初めによく知っておくことが重要です。で、キリストの基礎が出来上がったらあとは自由ってことなんですけど、まあ、これに達する人はなかなかいないとは思いますし、まあ、建物だけじゃないんですよね。その人の思想が残ってるものって言ったら、まあ、ヨーロッパの司祭が書いてであろうその思想学小説だとか、そういったものは、まあ、300年経っても今に残ってるものがあるわけで、皆さんには、まあ、それが昔のね、昔風の言葉で書かれたって難解かもしれないけれども、そういう古典と言われる小説、思想というものを読んでいくことも何かの足しになるかな。こう言ってしまうと、やっぱその学識ある人がね、
夜中眠れなくて昔の数学の本をめくってみたとか、そういう学術系な感じ見られるかもしれませんけれども、まあ、いくつかでもですね、その参照となる言葉があったら、その経済学においてもその正しく理解すれば正しく扱えるんですとか、そういったことも心のどっかに置いておいて何かの足しにしてほしいなと思います。悪用されたらまあそれで終わりだということですね。で、後世に残る仕事をしよう、これもなかなかないと思うんですけど、まあ普通ね、一軒家を建てたそのおじいさんが昔いてねって、私たちここに住んでるのっていうのが日本のね古い伝統家屋にあったりしますけど、そういうものも大事にしていくっていう意味でもありますし、まあそこまでね地域で有名だったご先祖さんがいるか分かりませんけど、私まあその孫とかひ孫の代まで残せる何かを持ってる人っていうのは立派に仕事をしてきた人ということと、その立法を犯さない、その法律を犯さず正しく生きてきた人たちだったろうと、私悪に対しては恐ろしかったよっていうことがですね、自分の親戚にはいろいろいるんですけど、もし皆さんが今ね、その、まあ、アパートでもマンションでもそういう仕事を残したいと思うのであれば、まずその奥さんとかお子さんにしっかりとした仕事の結果を渡して、自分自身も健康に長生きして生きていてもらいたいと思います。まあ、後世に残る仕事って言ってね、まあ、キリスト教の中では実際はその見栄えのある建築っていうのは、まあ、キリストもそんなに褒めていなくて、そんなものは見えるものであって見えないものを重要視するっていう言い方があります。見えないものの一番大きなものは愛であると、で信仰と希望と愛、自分の望んでいること、で信じていること、でもう一つが永久に永遠に残るものは愛である、でその愛が残る仕事をしなさいということです。カトリックの教会はそのかつてのね誰かが結んだ身でずっとそこに教会があって、その教会の位置は移動しないんですけど、やっぱりそこには真実なる実りがあった上でそこにずっとカトリックの教会があるんです。そういういらなくなったから転売しようとか、そういうことは邪道という、金に変えてみたいな邪道ですね。どっちかというとその自分のことしか考えてない、エゴイズムなので、後世に残る仕事っていうのは一番大いなるもので最大のもので愛と言われてます。